おお、エンサーガードと原子力だ。なんかさっきさ、マーガード戦いながら、やっぱエンサーじゃないとなって、お前は弱えよみたいなこと言ってたら、じゃあ呪文行こうかなって出てきた。こっちが本命か。なんだって、あの日の笑顔が灯火に揺らぐっていうクエストがもう真の最後のイベントクエストだね。いや、クソ強そう。どちらも大型の個体とのことだ。いや、絶対強いやん、こんなん。マジか。さっきのと対象になってるね。さっきは依頼主修験さん でこっちは提督ガラヤス、チケオジが最後に依頼主になっているという感じで、さっきのは最小確定で、こっちは大型確定なんだ。いや、買いづらそう。強そうなんだけど大丈夫かこれ。さっき同様、マガドを先に倒して現象メレゼナで締めくくりますか、流れとしては。あ、すっごい大きい。あ、大きい。で、最初先行玉はちょっとね、悪手かもしれないが許していただきたい。もういいか、もうなんかぶっ放しちゃおう。最初に大技ムーブの軌道見えてくる。でかいな。え、な、今までで一番でかくね、これ。やばい。浮いてる。ハンターが胸元に入れる。すごい、マガドのぬくもりを感じる。なんだこのでかさ。でかすぎんだろ。大丈夫だね、これ大技キャンセルになってるよね。ちょっと弱かってないんだよな。来るか。あ、来なかった。からのリバブラ当たれーい。よいしょ。からのヘール型。えい。お、まあ、総流待機は早いね。まあ、ここらでもう一回ヘール型入れるか。前足に当てて、前足にクリマ、どうぞ。体力はどうなんだろうな。ナイス。1791ってこれどんなな、ちょっとわかんねえ。そんなに覚えてないんだよね、この爆発ダメージ。カイイカのエンサマーガード、まあまあ言ってたけど、ちょっと覚えてねえや。で、これはだよな、さっきの通常マーガードはこれ派生なかったけど、こっちは普通に派生。はえ、なんだお前。よし、早いじゃないか、移行が。もう2回打ってくの、ちょ、やばい、なんかすごい本気を感じる。殺しに来てる。殺意を感じる。危険ない。アイキー、まだモーションが変化ないんだったら、そんな強化形態移行早いのはむしろメリットかもしれないな。体力の減りが早いってことだから、単純に。やべ、防身が、肉質が柔らかい部分が露出してるってことだからな、そんなにデメリットではない。よし、早返し入ってんね、飯で。なかなか V 破壊は入らんな。来た。おお、ナイス。またすげえ、爆破のオンパレードやん。すげえことにやってんのこのマガド。よいしょ。大体さ、今の2極鬼火形態だっけ、なんか本気モードのやつが終わる前に弱りマークが出るみたいなのが大体のエンサマガドなんだけど、解除しても全然弱りアイコンが出ねえ。またその2極うんちゃみたいな、なんか強強モードなりそうだな、こいつ。許して、危ねえ。その爆破の粉塵みたいなやつ避けるの苦手なんだよ、ガスのやつ。よし、追撃ナイス。あ、借りやすいな。だからもうちょっと、あ、来た来た来た、また来た。そうそうそう、それ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 、永遠にやってくれてた方がまだね、借りづらいから、そっちをずっとやっててほしい。よかったね、いいね。1回でも増えてるだけですごい手応えが変わるな。やっぱエンサーはそうでなくっちゃ、常にもうそれでいいのよ、常に常にその携帯でいてくれても差し支えないと、なんだ誰も怒らないぜ。クイどうぞ。よし、討伐できたか。まあ、剥ぎ取りか。ちょっとさっき剥ぎ取りしてなかったし、まあ、記念にね。真の本当に最後のイベクエだから、なんかね、あの余韻に浸りたいの、余韻にな。そのへし折れてね、かわいそうに持てなくなるんだっけ。かわいそうな角の折り方してるけど、カブトムシ理論だっけこのエンサマガドは。ちょっとわかんないけど戻るか。じゃあ、剥ぎ取りも済んだことだし。
で、現象メレズナが、謎にあいつ今、樹液沼のところに飛んでったから、ちょっとかわいそうな終わり方が見えてるけど大丈夫か、あいつ。逆にね、俺が終わるかもしんないからな。いや、攻めやばそうだな。ちょっとどうしよう。決起採用型、いやーでも火力だろ。さすがに火力だろ。ちょっと、なんだ、生存寄りの装備にしようかなと思ったけど、やっぱりあの火力の方を選びました。ちょっと脳筋でいきます。なるだけね。で、ちょっとまた両具生物、さっきのマガドンの時も忘れてたんだけど、今はまた忘れてたから、出会い頭、泥玉転がし、当てるか。で、先行玉、ちょっとまた、鎖釜ガラク使うために失礼するぞ。でかい、これこっちやばいだろうな。俺まだね、さっきのはね、開花のやつで慣れてたから、まだ大丈夫だったけど、多少は。こっちはもろ、そんなにだからな。でけえしな。でかいってだけで狩りづらいからね。モンハンのモンスターで。よいしょ。転んで欲しいけど、俺が鬼火ダウンを入れないと転ばないだろうかな、こいつは。あと KO とかあればな、もうちょいスタンとかも考えられるけど、こいつもさすがにスタンは厳しいだろうな。やべ、おめ、やりますね。はい、キー、さすが現象メルズナ、手こずらせてくれなければ。ケッキーがないからな。あと噛みつきガマみたいなやついるから、あれ当たんねえかな。当たった。もうちょい当たってほしい。もうちょい。よし、えっ、ワンチャンスタン、こいついけたりしないかな。そういえばなんか現象メレーだな、ガンゾの普通のスタンチでスタン取れたはずなんだよな。鬼火当たんねえな。マジことごとく鬼火当たらんな。まあ、そのうちな、そのうち。いいか。恐竜、え、消えるんかい、恐竜書かける今。それだったら別に僧侶入れたわ、今。悲しくなってくるだろう。よいしょ。あ、危ねえ。あ、行き、全然怒らんな。来た。あー、それ剣女盤石がないんだ。剣女盤石ないのやばいな。こいつ剣女盤石があった方が狩りやすいんだよな、めちゃくちゃ。まあ被弾につながるあれではないからまだいいか。あ、行き、できれば鬼火当てたかったけどな。許されはしなかったか。いやー、ワンパン、あぶれ、ドコンがついてて、これかよ。あー、スタミナが現象つえ樹液沼でお前終わる未来見えてるぞとかって言ってたけど、なんか俺の方が終わる未来見えてたわ。やばすぎ、強すぎだわ。いやー、剣女入れるか。すいません、ちょっと保険に入ります。剣女盤石をちょっと攻めて入れようか。とりあえず。着々とね。で、最終的にはもう一回移ったら、腹痛を入れ出す。あるものは全て使って、それ総司令が言ってました。他のところの提督ポジションの人だけど、佐藤さ的な。鬼火これ出会い頭当てれたらいいんだけどな。ちょっとまだ当てれてないからさ。逆にここで。逃げるな、卑怯者。よーし、あ、当てれたけど、当てれたけれども弾が入ってないからまだ意味はないな。よーし、よしよしよし、長いぞ、その弾は長いぞ。えいからの経由型、怪獣ダウンも入っていただきましょうか。このまま長いね、結構ナイス。これどうなん、これ長い、あ、これも長い。ありがてえ。もうこのまま削り切らさせていただこうか。卑怯とは言うまいな。よいしょ。あとは噛みつき釜のダウンとか取れてたらよかったんだけどね。まだ一回も取れてないからね。よし、あれ剣入盤石ぞ。 OK、 おぶね、
ちょっとね、まだ原種ブレイズはね、そんな動き見切れてるわけじゃないんだよな、俺。怖いわ、やってて。いや、来ちゃったあ、終わったわ。ナイス噛みつきが貴重なダウンをお前、その覚醒中のメルザナにダウン取れんのかよ。優秀すぎないか。強すぎて草。あいつ誰にでもダウン取れんだな。先行玉とかもう何も効かない最強状態のメルゼナイ対処もダウン取れるって。お前が一番強いよ、環境の中で。何なんだあいつ。よいしょ、11連来るか。11連さばきそんな得意じゃないんだよね。あれ、携帯移行した後にダウン入れたから待ってんのか。いや、ちょっと待って、話夢中になりすぎる。オッケー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 、ここはちょっと余裕がある。落ち着こうな。サマーソーからのクロス、ダブルクロスで最後に締めだよね。いけるガンランスはね、チキれば空中4逃げれるからな。地上だけだからな、それの判定。弱ってるんかい、弱るんかい。お前まだ半分ぐらいかと思ったんだけど、意外とお前体力低いんかい。マガドの方が体力多いんだ、どっちも共通で。これえい、ここで弱るのはなんか違うでしょうに。よいしょ、オッケー。なんか投げ晴れが先っちょだけ当たったわ。激墜フィニッシュでした。お疲れ様でした。もっとかかると思ったんだけどね。意外と現象メレザナは素直な体力してたな。ただ火力がね火力がちょっとねおかしかったと思うな。あれなんかワンパンされたよね一回。しかも本気モードじゃないのにワンパンされてたから、多分ねこれ食らってない方だと思うんだよね。なんか食らってたらやばいと思うんだよな。これ火力がちょっとおかしいなと思いながらやってたわ。でもなんとかクリアできた。多分これ一応つで終わってるの奇跡じゃない、ちょっと思うんだけど。これ3落ちしててもおかしくなかっただろう、明らかに。火力は、はい、そんな感じのクエストでした。これでも称号もらえるね。さっきはライズの称号味が強かったけど、これはどうだろうね。サンブレイクの称号がもらえるんじゃねえかな。俺ライズっていうよりサンブレイクの方が遊んでるからさ、サンブレイクの称号結構楽しみであるな。まあ、もちろんライズも大好きだけどね。はい、そんな感じです。報酬はさっき同様、レア素材はないね。まあ普通の、うん、素材たちでした。できた、称号がもらえた。称号てか報酬金もおかしかったよな。これ今16万もらってたけど、確か受けるときなんか23万ゼニーとかだったんだよな。難易度が示されたわ。じゃあ称号見よっか。なんかいろいろ出てきたけど、なんだろうね。サンブレイク関係だとは思うんだよね。お、闘志高き炎ヒロイック救国クオンって読むらしい。救援クオンとは仏語、長く久しいこと、遠い過去または未来、ある事柄がいつまでも続くこと。あ、多分こっちだろうな。永遠っていう意味らしいわ。なんか永遠って感じの雰囲気あるもんね、この感じ。ちょっと俺は漢字弱者なんで調べたけど、そういう意味らしいです。再来世子宿命の相手たちと果たし合うクエストをクリアした。エモかったな、よかったな。なんかこれもさあ、サンブレイクを表してるもんね。いいね、一番上のいいじゃん。ちょっとなんか違うけど、いやいいわ。いや、よかったな。サンブレイクはでもこれで終わりか。終わりかっつっても、イベクエが終わっただけで、俺たちのサンブレイクはこれからだっていう感じの状態ではあるけど。まあ、これで晴れて、サンブレイクが完成されたゲームになったということですわな。はい。それじゃあご視聴ありがとうございました。みんなもサンブレイクの思い出、何かいろいろあれば、おのおのね、なんかコメントで書いていただけると、ちょっとサンブレイクファンとしても嬉しいんで、よければよろしくお願いします。俺はサンブレイクやっぱ、一番やったんじゃないかな。どうだろう、一番ではないか。 4G の方がやってはいるけど、でもその次にやったゲームは間違いなくサンブレイクだね。 PC で遊べてこんだけやり込む要素とかがあって、で、まあ、なんか廃人ゲームみたいな感じになってたから、どっぷりハマったな。ハマったな、マジでマジでハマったなこのゲーム。はい、そんな感じでした。じゃあご視聴ありがとうございました。サンブレイク、俺たちの戦いはこれからだ。さよなら、ありがとうございました。